消費税は何ですか消費を減らします。間抜けな経済政策を打つ国は、残念ながらここだけなんです。一番手のひらを返したのはどこの政党かってことですけど、消費税は悪だって公明党です。消費税をこれから上げていくっていうことに対しても自民党ってものを支えていくだろうと。公明党の昔ですよ、これ。消費税は悪だって。よく分かってんですよ、本当は。それを前に進めようとしてんだから、今の悪は誰だろうねっていう話になっちゃうんですけどね。非常に まっすぐで新人深い創価学会の方いらっしゃると思うその創価学会として応援している公明党っていうのがこんな極悪非道な政府の一員として前に進めてい,いんだからみんなの生活を苦しめるようなこと続けてていいのかってことですよね。 インボイスによって建設業、一人親方っていうのは大変な目に遭うだろうと、要は請負いという形で仕事をやられている方々、フリーランスの方々、いろんな形でこのインボイス制度ってものに影響を受けると、消費税っていうのは、免税店制度というものがあるんですよ、何かといったら、売上1000万円以下に関しては、消費税免税、事業者に納税義務がないということを免税店制度っていう部分で担保してると。 どうしてですかってことなんですけど大きな企業と小さな事業者っていう部分で同じルールで調整しちゃったらこれハンデなしで小さいところ潰れていきますよってことなんですでただでさえ事務作業だったりとかいっぱい生まれちゃうからこれ無理だよねってだから潰さないようにしなきゃいけないってことで昔は3000万円だったんですけれどもそれがまた変わって1000万円以下ということが免税店制度っていうことなんです 簡単に言えばインボイスって何かって言ったら、この免税定制度を事実上なくそうぜってことなんですよ、結局は。選べるんですよ、免税にするのか、課税にするのかっていうのを選べるんだけど、結局、これ、課税っていうか、事実上、そのインボイス制度っていうものに乗っかっていかなきゃ、仕事が続けられないっていう状況を作られちゃうという話なんです。よくある消費税に関しての大きな勘違いがあるんですよ。 何が免税店制度だと、インボイスによってこれまで消費税を払ってなかった者たちが消費税を払うっていう当たり前じゃないかよって、猫ババしてたんだろ、俺たちが物を買ったときに消費税を払う、その消費税を猫ババできるようなことをやってきたのに、それを払いますっていう状況にするの当たり前じゃないかよっていう人たちがいるんですけど、これ、大きな間違いで、非常に恥ずかしい間違いなので、表では絶対言わないでください。そうでではないんですね こちら、東京地裁の平成2年の判決っていう部分で、消費税について、えー、判決が出てるんです。何か。こういうことが言われてるんです。この何かっつってるものをちょっとまとめますね。まとめたらこっちなんです。読みやすくしました。消費税とは対価。価格の一部なんだよ。対価。価格の一部。預かり金ではないんです。払った金をお前、猫ばばしてって、そういう話じゃないんです。預かったお金じゃないんだ。これは対価。 もう物価の一部だよっていうような話なんですね、で、過不足なく国庫に納付する義務を消費者との関係で負うものではない、払いましたよね、私消費税、ちゃんと納めてるんですかみたいな話にはならないってこと、それは預かってるものではなくて、これは対価、物価、そういうものの一種なんだっていう扱いなんです、これも裁判所で確定してる話。 だから消費税、猫ババそれを解消するために払わすっていうことに対して、一体何が悪いんだよ、インボイスって言ってるのは、大きな間違いですので、お気をつけくださいってことです、でそれに対して、どれぐらいの人たちが影響を受けますかってことなんですけれども、請負いっていう仕事をされてる方々、フリーランスでっていうことですね、個人タクシーの方から、演劇人、映画人、出版関連、イラストレーター、音楽教室、英語教室、生命損害保険代理店、農家、 そして今、ご発言いただいた一人親方、建設に関わる方々、こういうところに大きな打撃が来るんだということなんです、いや、潰していこうとしてるんですよ、これで得られる多分収入って2500億程度、国の財政規模から考えたら2500億っていうのは、そんなに大きいお金じゃないんですよ、そのお金を絞り取ってまで、この人たちを逆に苦しめる、逆に言ったら潰していくようなことにもつながることどうしてやるのってことなんです、困りますよ、だって。 この国ってさまざまな文化があるじゃないですか、音楽やられてる方、演劇やられてる方、イラストレーターの方々とか、儲けはでかくない、でも私の細々とした活動を待ってくれてる人はいるし、楽しんでくれてる人はいるんだってことで、ずっとやってきたって人いると思うんですけど、その道閉ざされかねないってことなんです。ってことは、この国の文化って、どんどん日が消えていくよねって、こんなこと、本当は国がやっちゃだめなんですよ、もちろんこれは、インボイスは中止、私たちは廃止だっつってます。 で多くの野党は、これは一旦立ち止まろうと、一旦中止でいいんじゃないかみたいなことで、まあ全体的に言えば、野党の多くは、インボイスに対してはちょっと待ったという状態ではあると。でもこれ、インボイスの話だけで終わらしちゃだめなんですよ。インボイスって何かって言ったら、消費税の話でしょ。消費税って、この国を最も弱らせた永久戦犯の一つなんですよ。どういうことかって言ったら、結局、単純な話をすると、 消費税って買い物するたびに取られる罰金なんです。そうですよね。買い物する、取引がある、そこに必ずかかってくるっていう税なんですね。つまりその税率が上がっていくってことは、買い物に対する罰金も上がっていくんですよ。買い物に対する罰金が上がると何が起こるかって言ったら、物を買えるのを控えるっていう行動も強まってくんです。物を買うっていう行動を控える人たちが増えたらどうなるかって言ったら、事業者の売り上げが減るんです。 事業者の売り上げが減ると、当然給料を減らすんですよ。人も解雇するんですよ。こんな景気が悪いときに、1997年5、5%に消費税を上げたと、翌年からこの国、不景気なんですよ。これはデフレという状態に陥った。そこから数十年の間に、景気がずっと悪いのに、何度も消費税を上げ続けて、国はどうなりましたかって言ったら、景気なんてよくならないんですよ。悪くしかならないんですよ。 それによってどうなりましたかってことなんですけど、この国の一人一人のものを買う力が奪われていったんです。一人一人のものを買う力が奪われたらなぜまずいかって言ったら、あなたがものを買ってくれる行為は、消費っていうもんですよね。あなたの消費が誰かの給料を生み出す。あなたの消費が誰かの所得を生み出すっていう循環なんですよ。これを数十年の間弱らせてきて、国内景気を冷まし、結局、 国内の製造業さえも弱らせてきたってことです。海外移転していくってことですね。国内の一番大きなエンジン、内需という部分を力を奪い続けてきて、国内にある製造を世界に移していくっていうようなきっかけを作っていったわけです。空洞化したでしょ。もちろん時代は変わって、グローバルにっていうことで広がっていくっていう流れはあったんですけど、早くからこの国を弱らせることに拍車をかけていったのが間違いなく消費税なんです。 でね世界中で景気悪い時に消費税上げる国なんて存在しないんです、どうしてか、消費を弱らせるから、税って増えすぎたものを減らしたり、熱くなりすぎたものを冷ましたりっていう効果があるんですよ、タバコタバコ税、喫煙者を減らしたい、だから上げるんでしょ、上げたらどうなるっつったら、一定脱落していくわけですよ、タバコやめるんですよ、もちろん本物の中毒者みたいな人は残りますよ、高くても買うっていう人は残る。 CO2 排出。これが抑えていくためには環境税みたいな。これを上げていくことによって CO2 排出を減らしていくみたいな。消費税は何ですか消費を減らします。消費を減らすっていうのは必ずしも悪いことじゃないかもしれない。もう消費が旺盛すぎて社会にお金回りすぎてインフレが進みすぎるっていう時にはさまさなきゃいけないから冷ますために消費税っていうのは 言ってこれは効果があるものなんですけど、逆にこの数十年の間で景気が加熱したこと、日本にあるかってことです。景気の加熱なんてないですよ。景気が加熱もしていない。逆に言ったら、景気が悪いときに消費税上げたらどうなるってったら、しぼんでいくしかないんですよ。そんな間抜けな経済政策を打つ国は、残念ながらここだけなんです。非常に残念ですけど、そういうことなんですね。それを考えたときに、まずこの消費税廃止じゃないかって。 私は思うんですねだって、よく言われる方いらっしゃいますよ、海外見てみろよって、海外で消費税当たり前のようにあるじゃないかよって言う人いるんですけど、状況が違うんですよ、生活必需品、非課税とか、ゼロ税率みたいない、ありますよ、こっちにも、軽減税率、10%、8%にみたいな、みりんにはどうたらこうたらで、みりん風味調味料にはみたいな、よくわからないみたいな。 意味不明ですよ、それ、一体どんな効果あんねんみたいな、まあ、結局、自分たちが票をくれる、金をくれるっていう業界団体に対しては、経験税率の対象にしていったりとか、マスコミに対して、新聞に対しては、もちろん、攻撃されたら困るわけですから、当然、あ玉あげるわけですよっていうようなやりとりですよね。いろんな大人のしがらみの中、このような状況が肥大化していってしまったと。だとするならば、インボイス廃止は当たり前だけど、消費税廃止を声高に言って当たり前のことだろうと。 私は思うんですよどうしてそれがなされないのかってことですけど、何も考えてないんじゃないですか。<laughs> としか言いようがないっていうか、消費税を上げるってことに加担してきた人間にしてみれば、消費税を否定するっていうことは、おそらく自分自身を否定することになりますね。で、そんなおっさんのプライドどうでもいいんですよ、はっきり言えば。間違いがあったら正すだけでいいんです。これまで考えてきたことが違うなと思ったら、ごめん、違かったって言えばいいんですよ。 社会状況変わったから、ちょっとこれ路線変更するって言えばいいんですよ。それだけのことじゃないですか。税対応の6割が消費税って。むちゃくちゃもう崩壊してますよ。これ以上中小企業の首絞めるな。当たり前のことだと思うんですね。一番この手のひらを返したのはどこの政党かってことですけど、はい、こちらです。消費税は悪だ公明党です。びっくりしますね。インボイスにも賛成なわけだし。 消費税これから上げていくっていうことに対しても自民党ってものを支えていくだろうということですね、公明党の昔ですよ、これ、昔の公明党のポスター、消費税は悪だって、よく分かってんじゃないって、ね、よく分かってんですよ、本当は、それを前に進めようとしてんだから、今の悪は誰だろうねっていう話になっちゃうんですけどね、それ神様許してくれるとかい、あんたんどこのっていう話なんですけど、はい、すみません、余計なこと言った。<laughs> 非常にまっすぐで新人深い 祖母学会の方いらっしゃると思ういらっしゃると思うんだけどその祖母学会として応援している公明党っていうのがこんな極悪非道な政府の一員として前に進めていいんだからみんなの生活を苦しめるようなこと続けてていいのかってことですよね本当に言いたい仏伐が下るぞってね本当は言いたいところですけれどももうこれは政治としての罰つまりは落選というところに繋げていくしかないのかなっていう,ふうに思いますありがとうございますすいません